皆さん、こんばんは、マーティン。ダーの宮久保グ玄けです。久しぶりに常用漢字。<laughs> 7級から2級まで対応できる漢字です。はい。常用漢字、久しぶりですね。はい。ちょっと勉強しますね。はい。<laughs> まあ、筆順の原則としては、まあ、上から下へ。まあ、順番的に、はい。 左から右へ、書き順が、はい。まあ、横画と縦画の交差、まあ、横画が,がまず先ですね、基本。まあ、交差しても、えー、前後でも、2本でも、はい。どんな時でも、はい。縦画が,が先の場合もあります、はい。あとは中が先。まあ、左右が1、2角、中が先です。あと、囲む方が先。あとは、左払いと右払いが交差を接する時が左払いが先。 貫く縦が、これが最後。貫く横がが最後。横がと左払い。手みたいなジムが最後。妙が後先。払いなども、まあ、後先ですね。はい。今日は漢字の筆順についてでした。バイバイ。